マッチお疲れ。はい、久しぶりのディエパラです。お疲れ様です。小学生限定大会、今回の参加者は4人ですけどもね。はい、4人です。まあ大丈夫です。この4人でやっていただきます。はい、ディエガミ様もなんかちょっとラフな格好ですけど、いいんですか、そんなんで。いやまあ僕は手下みたいなもんなんで、はい、あ、そうなの。最初に今日まだ来てないですけど、ブンブン言いながら。ああ、はいはいはい、来てないですけど、うん、はい、手下なんでちょっとこういう格好じゃないとちょっと。わかりました。じゃあまあディエパラの使いっぱということで、はい。じゃあ今日、4人の参加者なんですけれども、6年生の人、6年生、はい、6年生2人、はい、5年生の人。お、じゃあ6年生対5年生になってますね。はい、ディエパラのルール、じゃあマッチ簡単に説明してください。はい、さっきも言いましたけど、今日は3回戦います。3回、はい、今日はなんで全員と戦います。あ、そうか。2回勝った人は危険人があります。おー、はい、負けちゃった人は最後のラストチャンスが、うんうん、そうだね。はい、よし、とりあえずみんな勝ちを目指して頑張ってください。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。じゃあ最初の1回戦目はコールは、じゃあディエガミ様よろしくお願いします。はい、じゃあ1回戦いきます。出ます、スタート。寂しかったけど、はい、よろしくお願いします。最近こういう子なんだ。まあまあいいんです、いいんです。現代です。現代っ子なの。うん、現代っ子は。はい、じゃあみんなが始まってます。じゃあちゃんとディエガミ様がルールを説明しながら、なんか分かんないことがあったらディエガミ様に聞くんですよ。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、無事終了、無事終了。何、もう一回言って。うん、いやいや、うん、じゃあ結果発表していいですか。はい、結果発表。3勝、うん、1人、はい、はい、で2勝、2勝は、うん、そんで1勝、3勝が1人と、じゃあ4人が3回戦って、4人が何、 2、3が6、そうか、そういうことだよ。だって毎回2試合が行われて、それが3回行われるんだから6試合が行われたわけなんだよ。ってことは勝ちは3で、勝ちは6なんだから、みんなが1、1、1、3で合計勝ち数は合ってます。はい、はい、ちょっと心配ね。すごい。お疲れ様です。大丈夫です、お疲れ様です。はい、じゃあ今回は何、勝ったのは何、勝ったのは、うん、1人、たった1人です。はい、2勝以上した人はおめでとうございます。おめでとうございます。じゃあもうルールなのしょうがない、じゃあこれを渡します。おめでとうございます、ゆうたさん。おめでとうございます。はい、じゃあ負けた人たちは最後にじゃんけんをします。あ、じゃんけん大会があるんだよね、これ。はい、負けた子だけじゃんけん大会の権利があります。じゃあ3人でじゃんけんをします。はい、お願いします。最初はグーじゃんけんぽい。お、最初はグーじゃんけんぽい。はい、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。じゃあディエパラは毎週、毎月か、毎月の第1日曜日、第2日曜日にやってます。ということは来週もやってますが、来週は中学生も参加するからね、もうちょっと人数が多いでしょう。はい、まあじゃあ中学生も、あれは参加、うん、あれはちょっと違うけど、なんか、でかいから。はい、ということでした。じゃあディエパラ無事に終了、これからもずっと続けていけるように、コロナがまた復活しないように、はい、頑張ります、はい、頑張ってください、頑張りましょう。はい、ではでは、はい、お疲れ様でした、はい、マッチーさん。よっしゃー。